今日のテーマ、若々しく生きるための秘訣。どうでしょう。僕にはまあ何て言うかな、目標にする人、女性であればこの人、男性であればこの人ってやっぱいてますけど、その方々は皆僕らよりものすごい年上でですね、小林照子先生っていうね、美容家の先生なんかは今御年88歳で、その88歳でも現役でバリバリやっていく。その秘訣って何ですかって、よくちょっとこうご飯とか食べる機会がたまにある時あるんで、そういう時聞くんですね。でそういう方々の話を聞く、これもすごくコツになりますよね。僕の中でのノウハウなんですよ。ちょっと聞きたくないですか？聞きたいでしょ？聞きたいって言って、これねすごくね影響を受けてるんですよ。で僕はこのメイクアップの仕事をブログでも書きましたけど、この25年前初めて独立して、やりだした時にはもう全く周りの業界との人とのつながりがなかった。っていうのは飲食業界から美容業界入ったんでね、そうするとそのつながりをどう持っていくかっていうところがありますよね。自分が美容の経験がまだない時にメイクアップアーティストですよって名乗ってやったところで、経験値とか引き出しが少ない頃ですよね。でそういう時はもうその業界の中のやっぱりそういう経験の持ってる方々にね、レジェンドにねどんどん聞いたわけですよ。だから最初ね23年はね、なんか僕が素晴らしいアーティストやなとか思える人のね、表面的なアーティストいっぱいいてますよ。かっこいい人はいてますけど、なんか僕の中での軸のきちっとあるアーティストっていうのは僕探してね、百貨店のショー行ったらね、やってるとかあったらね、東京出たりね、そうやっていろんな方々のその仕草とか考え方とかね聞いたわけです。とにかくこのメイクアップで笑顔を増やそうのこのグループに入るということは、それ自体でもう若々しさの道を進んでるということです。間違いないです。これは本当にじらすようですけど、どのコミュニティ、どういう人と出会っているか、どういう人の、環境でコミュニティの環境でいてるかとかで、そういうなんていうかな、エネルギーの磁場っていうんですけど、そういうところに自分の身を置くだけで実は若々しくなっていくっていうこともねあると思います。で例えばですけど、具体的なことを言うと、自分が例えば僕が今60ね、59還暦ですよね、60で60で60の同級生と一緒に出たら、同じ同級生と同じ感覚に入ってしまうってことないですか？わかります？美容、僕らは美容やってますけど、美容やっていない、例えば違う仕事やってて同じ同級生なんかに会うと、もうそんなもう年してとかね、そんなことをね言ったりしません？それとかなんていうかな、話してても健康のこと、もちろん健康大事なんですけど、どこそこが痛いとか腰痛いとか大変自分がこういうふうな今苦しみあるんやとか、もう今こんな問題があるんやとか、そういうなんかネガティブなことをどんどん吐き出してるようなってないですか？もちろんそれはそれでね、そういう分かるって共感を求めるのは分かるんですけど、でもね実はこれ落とし穴があってね、そういうところでいてるとですね、自分がそっち側に引っ張られるんですよね。だけど僕が今言ってる、例えばレジェンドの方なんかは、僕が60であっても今88やから、もう20上ですよね。20どころだから28上や。だからあと30年もこんな若々しくこのバイタリティを持ってやるにはどうしたらいいかっていう、この目標になるわけですよね。でそういう目標を作っておくということは、ものすごくその自分にエネルギーを高めるための刺激になるんですよ。でそういう、コミュニティもそうですね。このメイクアップで笑顔を増やそうもそうだし、僕のやってるカリスマワイト本講座というのもそうですけど、やっぱりいつまでも学ぼうという姿勢ね、この学ぶっていうのはすごくね、人生において自分を若々しくする、脳を活性化するためには必要であります。ちょっと今思いつくままに言ってますけど、まずとにかく、自分の周りを一回見直してくださいということです。周りを見直す。スキンケアの一番の、スキンケアのやり方の、原則ってありますよね。洗うですね。顔を洗いますよね。洗うということは汚れを取るわけですね。で今現状の環境の中で汚れに値するものは何かということを考えるわけです。まず洗顔に値するところは何か。そうすると自分にネガティブになっているような情報とか、ネガティブな人とか、ネガティブな SNS とか、そういうものを洗い流すということです。これ実際ほっておくとどんどん自分の顔ね、これスキンケアでいうと顔ですけど、今言うてるのはもう脳全体ですね。自分の脳が侵されてしまうと、その感覚っていうのをまず洗い流すってことが必要になります。ね、洗った後何しますか？化粧水で整えますよね。化粧水で整える。洗う、洗顔して整う。この整える時っていうのが実は、結局自分の、メンタル的なところですね。整理をする、心の整理をするとか、自分の軸をぶれてないかを考える時間、これを持つ。こういう持つ時っていうのは僕はいつも化粧のやってる時にそれをやってくださいっていつも言うんですね。化粧をする時間、もしくはスキンケアをする時間に自分を見つめ直す時間、これを整える時間って言います。心を整えるってことね。はい、これ寝る前にやってもいいですよね。うん、そういうことをやる。それから、化粧水を整えたら次何しますか？洗う、整える、それから補うですよね。補うというのは何か新しいものを入れるとか、自分の栄養素になるものを入れる。もちろん食べ物もそう。で、先ほど言ったコミュニティというのは何かというと、プラスのエネルギーを補うということになります。だから自分が元気がなかったも、元気のあるコミュニティとか、元気のある人に会えば、一瞬で元気になりますよね。これが補うということになります。わかります？で、補った後に、スキンケアの後、補った後って次の他何ありますかね。で、もう一つ、守るっていうことです。守る。これ外界からね、結構、今紫外線とかさ、すごいじゃないですか。だからもうそれはね、極端な話、自分を守るってことになると、ネガティブな情報とかそういうものをね、さっき洗い流すっていう話をしましたけども、そういうところから自分をシャットアウトしてしまうということも非常に大事になります。はい、僕の中で今考えてることはやっぱり、まずこんだけいろんなものが世の中出てるから、試していくことってすごく大事だといつも思いますね。なんかカテゴリーってあるじゃないですか。大体40とか50、アラフォーアラフィフのこういう世代っていうのはこんな感じですよっていう、なんか世の中のルールみたいなもんないですか？それはそれでね、なんかみんなもそうなんやなっていうちょっと安心感もあるんかわからへんけど、それは大きな流れとか大きなルールでの中に入ってるとちょっと安心な部分はあるんだけど、実は若々しさっていうのはそういうんではなく、そのルールをもう全く無視して自分の中にこう答えを見出して、この道を行くんではなく、ちょっと外れた道を行ってみるっていうね、こういうちょっと冒険心っていうのが実は大事だと思うんですよ。だからすごく若々しい人というのは、なんかちょっと発想的にちょっとこう常識外れって言ったらちょっと言葉悪いですけど、一般の方が考えないような考え方、思考を持ったりしてますよね。うん、なんかこう、あなたがそういうあなたの人生でしょって、私はこうですよね、私の人生はこうだからこうしますっていう、40であろうとか50であろうとか関係ないというね。なんか80ぐらいになって初めてピアノをね、習う人って言っても、そこ小林照子先生もそうですよ。80超えてからピアノ習ったりね。これってもうその年で別にそんなことする必要ないのにとか思う人もいてるわけですよね、その年代の人は。だけどやっぱりそういうところで冒険心っていうのを持って、やっぱり自分がしたいこと、やりたいことをやっていく。これは非常にね、大事かなと思います。今もやりたいことって何ですかってね、追求することが一番大事だと思います。僕、釣りもそうですよね。一つの釣りもそうですけど、もうこれもあんまり行き過ぎたら、なんか遊んでばっかりで言われるとか、思われるとか、そんな知ったこっちゃないですよね。別に思われてもいいですよね、自分の人生から。だからそれを自分が行くために、日頃どうやって効率的に仕事をしたらいいかっていう考えるのはこっち側で、周りに思われるからいかんとこ我慢しようってなってしまうのも、これ本末転倒やと思うんですね。だから自分がしたいっていうことを精一杯やれるように動いていく。その動くためにどうしたらいいかって考えていくこれすごく大事やと思いません？うん、それからやっぱり若々しく生きてる人っていうのは、お金の使い方上手ですよね。投資をしますよね、自分に投資。これはさっき言ったけど、学ぶっていうのもすごく大事なんで、学ぶために自分にお金を投資するとか、それから化粧品もそうなんですけど、よしこさんね、カラーの先生なんで、無駄なカラー、色を使う必要もないっていうふうに思うかもわかりませんね。いろんなカテゴリーがあるからね。この人に似合う色ってこうでって、4シーズンとかいろいろあるんでね、それはそれでわかるんですけど、メイクアップの中にもこういう考え方があって、その方には使わない色っていうの分かってても、メイクをするこのテーブルの上には捨て色って捨てる色、捨てる色。だからパレットでこんな色なんか絶対使えへんなっていうやつがいっぱいあるんですけど、実はこれは見せる色なんですよね。見せる色って何かっていうと、もしかしてこれを試したらどうなるかっていうワクワク感とかあるっていうことです。で、このメイクの先生は私をメイクするときにこんだけのパレットの量、数がある、色物があるという準備をしてくれているというこの場の力、これをなんかこう見せるためにそういう色を持っとるっていう考え方のメイク師もいてるんですね。わざわざ使わない色いっぱいあるんですよ、捨て色って。だけどそれを捨て色があることによって使う色が生きてくるとか比較することができるということ。つまり何を言いたいかというと、一般の方は無駄なものでも買ってもいいですよって僕は発想なんですよ。だからプチプラコスメ行けばいっぱい色がある。その時に今これ欲しいっていう色は自分で決めて買ったらいいんですよ。で、買って合わんかったって思う人もいてるかわからないけど、実はのせ方とか色のつける場所とか色の、つける量とか、それからバランス考えたらうまく合う場合もあるのに、勝手にその色は合わないって決めつける人も非常に多いんですね。で、これ若々しさと何が関係あるかっていうと、実はそういうところに試行錯誤をして安定的なものをばっかり使うんではなく、ちょっと外れたものとかちょっと間違ってもいいんです。常にチャレンジをしていきながらこう組み替えていくっていう、この作業をやってる人はやっぱりいつまでも若々しい。失敗を恐れないってことですからね。たったメイクのね、色をね、リップをね、間違って買ってしもたっていうことでもね、買ったものをね、今度また工夫してね、こうミックスしてね、作り直すとかね、こんなこともできるわけですよね。そういう意味ではやっぱりもうちょっとこう僕はその自分にメイクアップ品でもそうですし、スキンケアでもいろんなものありますから、それを浪費っていうね、投資ですね、これはね、浪費していきましょうって僕いつも言いますけどね。そうするとね、やっぱ新しいね、世界が見えてきますよね。若々しさっていうのはちょっとこういろんなものを買ってね、試して自分に刺激を与えるっていうのも大事かなと思います。それから、想像力ですね、想像力。常に自分の10年後先、20年後先、30年後先、なんかこうさっきも言いましたけど、最低100まで生きるって僕言い続けてますけど、100まで生きるためにはどうしたらいいかって考えて、やっぱりまず足腰から来るっていうこともあるんで、だから、やっぱりね、最低ウォーキングはしようということで、夏場はさすがに用意しませんけど、今日も毎日今やってるんですけど、プチウォーキング、プチランのウォーキング。で、前回しおりさんに教えてもらったこれもやってますよ。この両手をね、こう上上げて、バランスを上げて、バランスよくこう両手を同時に上げるっていうのはね歩きながらやってるとね、やっぱりちょっと恥ずかしいですね。たまに後ろから見られてたりしてね。だけどやっぱり歩きながらもできますね、これね。で、それでやって何が良かったかというとね、ほんま肩こりちょっとマシになってきてね、なんか普段だったらもう本当にこう肩こるんですよね。ところがこう後ろへこう来ると、ここの肩甲骨とかこの肩の部分、それを歩きながらでもこう言ってこう手を回したりとか、こう後ろに回したりとか、しおりさんが言うようにこの上上げるやつとかいろいろやってるんですけど、それやるだけでね、やっぱりいいですわ。やっぱり夏場歩かなかったんで、ものすごくやっぱりだるかった。で、ちょっとここ最近ずっとまた秋なんで歩き出して、もう1週間2週間かぐらいやってますけど、それだけでもね、なんかこうすごく体の調子が良くなりました。これ実感的に言うとね、巡らしてるなっていう感じ、体の中のものが巡ってるなっていう感じ。よく照子先生が言われるね、若々しさの秘訣は巡らすっていつも言うじゃないですか。ね、で、乾燥は絶対させたらダメよっていう、ね、乾燥は大敵ですよね。だから僕今朝晩毎日パックをしています。朝晩パックしてると本当に、乾燥という、そんな乾燥の「か」の字も出ないぐらいしっとりとずっといてます。はい、コメントすいません。コメント開くの遅くなってしまった。はい、私はその日の気分で色を変えます。色は楽しいですね。そうなんですよね。もう色の先生、ね、カラーのスペシャリストの先生が言うんだからもう間違いないですね。まあ、本当にこうやって色を気分で変えるっていうのもねすごく大事だし、この色の効果、この色はどんな効果があるっていうこともまあ実はねいろんなこと知ってますもんね。だからそういう部分では、ちょっと戦略的に自分の色を取り入れるってこともできるし、でもその好みとかその時の気分ってね、これもすごく気分って大事ですよね。なんとなくなんとなしのそのインスピレーションで降りてくるものっていうのはこの潜在意識が喜んでるっていう感覚やと思うんで、やっぱりそこでこう頭でいろいろ考えずにこんなんやってみたい、こんなん使ってみたいっていうのをね やるっていうのはいいと思いますよね。うん、いいコメントありがとうございます。はい、これなんて書いてるんですか。洗う、清める、整う、補う、守る、避ける、生き方にもつながりません。そうなんですよね。これ生き方につながりますよね。だからスキンケアとか美容とかのその時間っていうのは本当に心を整える時間っていつも言いますけど、自分と向き合う時間がやっぱりしっかりと大切に持てば持つほどいいと思います。そうよね、ちょっと話あっちこっち行きますけどね、僕の昨日もたまたまお話をしたお客様との、ね、会話なんですけどね、人生ってねバランス良くなってますよって言って、だから今しんどいか分からへんけど僕ぐらいの年になってみてくださいよって、なんか不思議なぐらいなんか自由ができて、不思議なぐらいお金に困らなくなって、不思議なぐらいその自分のしたいことができるようになって、幸せが感がすごくなんていうかな、幸せ感が増すっていうかな。でこれはどんなお客さんに言ったかというと、まあ、大体の年齢層の方大体想像すると思いますけど、子育てをしながらご両親の介護もしながら旦那さんとの、まあ、共稼ぎでしながらみたいな、子供さんを育てている時の真っ最中のお母さんって忙しいじゃないですか。でしかもやっぱり家族で何かがあった時、まあ、ご両親が今ちょっと認知が入ってるとか。ね、義理のご両親のどっちかが倒れたとか、もうこういうことって絶対あると思うんですよね、人生の中で。まあ、もちろん僕もありましたし、で長かったですね、僕らも、まあ、両親見とるまで、両親が病院入って15年ぐらいずっと行ったり来たりやったりで、まあ、それをしながら、まあ自分の娘を育て上げる、父子家庭で育てるとき、それと独立して、お金のやりくりも大変ね。しかも、仕事したくてもできない、要はもう子育てもせなあかん、親がまあ徘徊で知らん間にどっか行ってるとかね、でもすぐ戻らなあかんとかね、でしまいに自分が不眠症になって寝れないとかね、まあ、そういう時代っていうのはでも何年も長かったですけど、この長い経験をするとふっとそういうところから解放された時になんか逆にそれを大変やと思えへんですよ。その時は大変やと大変っていうかやらなしゃないからね、だけど後から考えたら時は大変だったなって思うんですよ。うん、でそういうことをずっとやっていくとふっとこの大変な時って続かない、いつまでも続かないって、うん、必ず神様はその自分の人生の中にバランスをちゃんととって、みんな平等に幸せになれるようになってると、そういうふうに僕は考えてるんですよね。だから今は大変やけどもそれがずっと続くわけじゃないから、まあもうちょっとね昨日のお客さんもそれ言ったんですけど、まあ、今目の前でできることを無理せんとやっていけば必ず全部解決していきますよっていう話をしました。うん、まあ、まさしくね本当にその人生って長いですし、長く大切にしようと思ったらやっぱり一時のこのスパンで見るには、ね、全体のこの長いスパンで見て、その長いスパンでいろんな紆余曲折する時代、山あり谷ありって言いますけど、その山あり谷ありをどう乗り越えていったりするかっていうのは、これは美容を取り入れていくんであればやっぱり自分を大事にしながら、このどんだけ忙しい時でもやっぱりね巡らすっていうね、先しおりさんも書いていただいてますけどね、この巡らすこと、これは血流血液を巡らしたりとか、それから皮膚をちょっとマッサージしてあげてね、血行を良くするとか。いろいろと巡らすって意味あるんですよ。心も、ドヨーンとなんていうかな、水が止まったように心も止まってしまうとさ腐ったりするじゃないですか。だから心もいつもリフレッシュに動かしていくために巡らすためにはやっぱり人との交流を取ったりする、これもすごく大事やなと。大体若々しく生きてる人っていうのは孤独で一人で生きてません。やっぱり若々しいということはいろんな人に揉まれながら、こういろんな人のエネルギーに揉まれながら、巡らしながら心を活性しているっていうね、しかも先ほど言ったように若々しい人とやっぱつながるね。なんかこうマイナス的な発想をぐちぐち言ってる人のところからも避けて逃げる、もうこれはねやった方がいいです。もう断捨離しましょう。これは人との断捨離も大事だと思います。僕は SNS も結構ね、定期的に、もう交流のない人にはもうどんどんこう友達申請じゃない、友達外したりとかしながら、やっぱり、交流を取ってる方々ができるだけこう SNS に出るように仕掛けてます。でないと、なんかわけわからないのばっかりこう増えてくるじゃないですか。そういうところもやっぱり断捨離をしたりして、で、自分の波長が合う人とできるだけこう交流が取れるようにしてと、こういうね、今日は手前味噌の話ばっかり しましたけども、何かのヒントになっていただけたらと思います。はい。ジャパンメイクアップアーティストネットワークというその J-MAN というね協会ができたのが25年前、なんかこれもご縁で25年前って言ったらあれ僕が独立した時やんで、独立した時の年と同じように J-MAN という協会が立ち上がってたというね、これも後から分かったわけですよね。でその数年後にその J-MAN という協会に僕紹介を先生に紹介してもらって入って、そこから入ったっていうのはあれですよ、勉強させてもらってですよ、検定を受けたりとか、その当時大御所のメイクアップの先生ばっかりやったんで、そういう方々にもう本当にいろいろ勉強になってみたいな。で時を経て協力をずっとしてボランティア活動してて、知らん間に理事になって、ほんで理事長になってみたいなでしょ。なんか人生って何が起こるか分かりませんよねっていう感じですよね。この25年の歴史を考えても、そうやってその J-MAN という団体に出会ったことによって自分が生かされて、自分がこういろんなことを、若々しさになるためにもね、いろんなことをやっぱり勉強もさせてもらったし、そしてその先輩がいてますよね、照子先生やとか他の方々もみんな若々しいんですよね。でそういう方々と一緒にいてるだけで、この話をしてるだけでどんどん若々しくなっていくし、やっぱりねいろんなコミュニティに顔を出しておくっていいと思います。いいコミュニティですよ、もちろん。はい、そういうね、そういう意味ではそのマイナスになるようなところからはもう逃げていきましょうということで、はい、じゃあこの辺で終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。また来週。